for junior patrollers. Lesson one, CPR. Never did it on any living person, though. Jusia. Sorry. You just woke up, and here I am, chatting up a storm. Are you all right? Do you feel any discomfort? You can call me Trisha. And she's Yang Yang. We are in the Gorgeous Spirits. It's on the outskirts of Jinzhou, Huanglong. Your attire doesn't seem local. Are you a roving traveler from afar, or someone returning home? So, you don't know why you're here, where you're from, or who you are. Baisha didn't tell us you'd have these after effects when you wake up. The wind has brought us a warning. The Atheric Sea is converging. It seems a new tacit field is taking shape. That means it's probably gonna get dangerous here soon. Are out of service because of the Etheric Sea's influence. We can't send or receive messages for help now. We better hurry over to meet up with Baijiu at our gathering spot and get out of here. Guess you really can't recall a thing, but don't worry. If you got any questions, we can talk as we move. Yang Yang and I will give you the full scoop, every little detail from the get-go. Rover, can we call you that for now? Before you remember your true name? We shouldn't stay here. If you don't have other plans, how about leaving with us for now? Oh, that's great! Let's go together! Rover, I know you can't remember a thing, but there's one thing I'm 90%... No, 100% sure about you. You must be a Resonator, too. You've got a tacit mark on the back of your hand, and you have a gourd. This is proof you're a Resonator. Your gourd's design looks a bit different from the ones we use, though. Also, we have Resonators who can detect the formation of tacit fields nearby, like what Yang Yang just did. She can tell all kinds of information by reading the street. It may seem all nice and quiet here now, but you never know when a tacit discord might pop up out of nowhere. Oh my! Speak of the devil! Thank you.
ちゃ、行こう。ちゃ、ちゃ、キャッ、ちゃ。次は絶対先手を取るぞ。出ないとマーシャオファン、いやいや力らしくないんだ。しました。どこか具合でも、もしかしてさっきの戦いで。採取について思い出したのですか。これは今週の採取の彫像です。採取は交流にある一定6州にそれぞれ一人いて、皆異なる外形をしています。今週の祭主は核と呼び、竜の姿をしているのです。まさにこの彫像のように。文明と歴史があるところに祭主は存在する。交流は長い歴史と豊かな文明を誇る土地です。なのでまた交流の各地域をそれぞれ統治する祭主ですが、元は一つの存在だったという記録もあります。もちろん他の場所にも祭主はいます。でも数としては交流よりもはるかに少ないです。ほとんどの交流の祭主は竜の見た目をしていますが、その他の地域だと異なる見た目をしています。え、祭主が？祭主の姿を目にするなんてなかなかできません。それこそ就任式ぐらいでしか。それなのに祭主が近くに見えているのですか。ということは漂白者さんは祭主の共鳴者。でも今の今週祭主の共鳴者はレイン様ですし。え、やばい、これって巨狼級の残像だよね。地下を助けましょう、漂白者さん。隙だらけだ。ふっ、いやっ、はっ、砕けろ。行こう、光を前。この身を刃に。やっ、加速します。はっ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 、ルート両乱、優秀行くぞ。だ、
今のは危なかったね。てかあんたたち初めての教頭なのに息ぴったりだったじゃん。それも信号灯はもうすぐだよ。信号灯に着いたら登録しておくと便利だぞ。それに半径5メートル以内なら信号灯が敵の攻撃を防いで、行こう。キャッ。もうすぐ谷口に到達します。高低差がありますのでデバイスのパラシュートモジュールを使うと便利ですよ。谷口を出てもうちょっと歩いたら昆虫城に着くよ。城内はどこよりも安全な場所なんだ。なんてったって天皇が作った防御施設は難攻不落。中枢信号灯が城全体を覆うように保護シールドを出してるからね。へへでしょ。今週は石崩れの高地と北楽の原に面しており、関所と要塞の役割を持つので交流の要衝と呼ばれています。白紙、ここで待ち合わせするって約束したのに来ないな。天空海がここに発生します。ここへ来た時には感知できませんでした。え、早いにも程があるって。天空海には追跡機能でもついてるのか。まるで私たちの後を追ってきたみたいじゃん。無音区の中央、あれって白紙じゃん。白紙遠すぎて声が届きません。形成されたばかりの無音区は一定時間潜伏期に入るので比較的安全ではあります。潜伏期の持続時間は無音区の形成時間に依存します。形成時間が短いほど潜伏期が長い、そして潜伏期が長い無音区からは強力な残像が生まれます。そして形成時間が短いほど潜伏期が長くなる。だからこの無音区は一定時間内であれば安全なはずです。ヒーローショーのシナリオならありえるかも。はい、それにパラシュートの滑空距離では無音区の範囲を超えられません。まずは白紙のもとへ急ぎましょう。デバイスの滑空機能を使いましょう。漂白者さん、私に任せてください。白紙、白紙。
文句だよ。なんでこんなところに。ねえ白紙聞いてってば。私たちあれ、大丈夫みたいね。よかった。もうすっごい元気だよ。さっきも巨狼級の残像をやっつけてたし。いや本当に元気だね。はい、特に問題はなさそうです。白紙はただあなたのことを心配してくれているんです。確かにさっきまで倒れていたあなたをむやみに連れ回すべきではありませんよね。おしゃべりするなら場所を変えましょう。砕けろ。隙だらけだ。契約者さんと一緒です。それと変な残像も。おそらくその残像の能力よ。気をつけて。風よ起これ。加速します。大丈夫。行くぞ。しなくてさ。私も大丈夫です。あれほどの残像を軽々倒せる漂白者さんって。私は特に何も。全て漂白者さんのおかげです。
雲稜谷はそれほど危険な場所ではないはずなのですが。そんなことよりこれ見て。これは残響ですね。おお、さすが、あんたついてるね。漂白者さんは残響と恩害について覚えていますか？万物は周波数で構成され、音には必ず響きが残る。これは残響と呼ばれるもので、デバイスのデータドックを使えば回収できます。デバイスってのは共鳴者たちが持っているあの瓢箪のことな。交流の技術は世界一。でも残像を倒したら必ず残響が手に入るってわけじゃないんだ。これはデータドックのレベルが関係してて、データドックのレベルが高いほど残響を入手できる確率が上がります。残響を手に入れれば恩害という心強い味方になってくれますよ。ですが、先ほどデバイスが発した警報は怒涛級以上の残像の出現を知らせるもの。漂白者さんのデータドックレベルでこの残響を回収できるのでしょうか？とりあえずやってみよう。ダメか。まあまあ、ご飯はよく噛んで食べろっていうしさ。弱い敵の残像を回収していけば、いつかこんなのもいけるようになるって。確かこの辺りに小さいアツツがいるんだ。あれ可愛いんだよ。後で一緒に捕まえに行こう。この異常現象は各所に報告する必要がありそうね。まずはここを離れましょう。お腹、お腹すいて。力は一体、あんたまだそんな技を隠し持ってたのか。こんな共鳴能力見たこともないよ。もしかしたらまだ他にもすごい力持ってるんじゃない？残像丸飲みとか恩返し炭焼きとか。漂白者さんの失った記憶と関わりがあるのでしょうか？今ので何か思い出したことはありますか？気分はどうですか？何かおかしなところはありませんか？お体は？具合は？吸収した残響の影響は？略し、漂白者さんを過疎研究院に連れて行って共鳴医療科で診察を。脈死？体が恩害を吸収する。得意な例ではあるけれど、全く前例がないというわけじゃないわ。体が恩害を吸収？季節眼交流編の冒頭にこんな言葉があります。この世に降りし天人、健康を師匠に宿し、その身に恩害を納める。一気行化、生まれし万古、
天地を覆い敬意相応をもって四方を照らす。しかして交流史は始まり、初めて天衆を分かつ。これが今私たちが使っているデバイス、バンコデバイスとデータドックの名前の由来となっています。本当かどうかはさておいて、これすっごい昔の話だよ。今週なんて概念もまだないんじゃない？もしかして漂白者、私たちのご先祖様だったりする？まだデータサンプルと研究分析が足りない。結論を出すには至らないということ。漂白者、あれ？受信できるようになった？これは変定から今週全域への映像メッセージですね。今週の皆さん、お忙しいところ失礼します。今週の婚礼員、今週です。月追祭が近づいており、今週にも各地から客人が訪れています。この素晴らしい祭日、民の期待に応え、人々が楽しく過ごせるよう心から願うばかりです。古来から今週は残像町を退ける前線拠点としての役を担ってきた険しい土地。後退も失敗も許されない、そんな戦争の重責を果たしてきた。ですが本州を支えてきた民のおかげで、このような繁栄と平和を築くことができました。皆さんの存在が世界に輝く今週を作り上げたのです。我々は常に恐れに屈せぬ意志と温かく誠実な態度を抱いてきました。それはこれまでもこれからも変わることはありません。そこで皆さんに一つお願いしたいことがあります。ここを訪れる者の中に、余と今週、そして交流にとって非常に重要な客人がいるのです。この時を長く待ち望んでいました。あなたは目覚めたこの世界にきっと混乱していることでしょう。周囲で起きている奇怪な現象にもすでにお気づきになられているかと思います。ですので、もし今週境内にとどまるおつもりでしたら、今週城内の変廷でお会いできないでしょうか。あなたの疑問すべてにお答えすることは叶いません。しかし諸々の助力をあなたに提供させていただくことはできます。もちろんこれは要請ではなく単なるお願い。いかなる道を進まれようとも、それはあなた自身の選択でございます。したがって今週の皆様、お願いします。その客人と出会うことがあれば、便宜を図り精一杯もてなしてください。なんというか、レイン様が言っていた客人は漂白者さんですね。レイン様のお名前ですか？お名前は死の一文字です。レイン様は祭主の就任式が行われた後、霊院を継ぐ者として衆の名字を授かり、衆と運命を共にされることを誓われます。って
そうじゃなくて。漂白者さんはどうしますか？谷にいた時、漂白者さんは今週祭祀の彫像を見て祭祀の記憶の話をしましたよね。その記憶が本当の出来事なのかは分かりませんが、レイン様からの通信内容が本当なら、漂白者さんの経歴は今週と深い関係があるはず。ですがレイン様の客人かどうかに関わらず、漂白者さんは私たちの大切な友達だよね。だって一緒にすっごい大変な目に遭ったんだもんね。こんな短時間であんな量の残像見たことないし、最後にはすごい大物もいたし。とにかく今週城に着いたら絶対パンファ食堂の名物料理をご馳走してあげるからさ。体調を考慮して今週城に着いたら一回全面的に検査した方が良さそうね。恩害を吸収して以降明白な異常は見られないけれど。ちょうどよかった。ここら辺で漂白者が吸収できるやつを捕まえよう。この鹿が片っ端から探してあげる。うっ、いやっ、はっ、隙だらけだ。さっきの再現できる？漂白者が吸収できるのはすごい残像だけなのか、もしくは種類が限られているとか、それともデバイスならできるとか。大成功！漂白者のデバイス、見た目は少し変わっ、見た目は少し変わってるけど、基本的な機能は私たちのデバイスのと同じだね。いやっ、
予想外。この光で。光よ、前、これも音の力だ。砕けろ。やっ、行こう。これも音の力だ。うっ、だっ、ふっ、打ち倒す。行こう。中条はこの先だよ。漂白者さん？